はようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今が3月なので、4月から新社会人の方もいらっしゃるでしょうし、そろそろこう移動の時期でもありますよね。なのでこう新しい職場、新しい環境に入った時に、僕自身、5回か6回転職しているので、結構転職慣れしてるんですね。自分で言うのもなんですけれども、で、新しい職場に行くときに僕自身が気をつけていることっていうのを紹介してみたいと思います。で、まずはですね、もう絶対的に言えるのは、まずはそこのやり方をマスターするっていうことですよね。で、絶対に言ってはいけないのは、今まではこうしてたからこうしますみたいな形で自分のやり方を貫き通そうと最初からするのは、まあ大体うまくいかないパターンなのかなと思います。なので、こう何をするのかではなくて、なぜしているのかっていうのを考えながら、まずはそこのこう職場のやり方っていうのをもう完璧にマスターするっていうのがまず第一歩目かなと思います。で、その後大体3ヶ月ぐらいすると、どこの職場でも大体やり方っていうのが慣れてくると思うので、それぐらいまで、もしくは3ヶ月か半年ぐらいまでの間に、こうそこの職場でこうもうなければならない存在にまでこう成長することができれば、ある程度こう発言権みたいなものが出てくると思うんですよね。ただ最初から自分はこうしてました、自分はこうします、これはしませんみたいな形で自分の意見を言ってしまうっていうのは、まず人間関係がうまくいかない。で、そういった人はまず信頼されないので仕事が回ってこない。で、仕事が回ってこないっていうことは評価にもつながらないですから、もうその会社の中で必要性がなくなってくるってなると、もう今からの世の中はやっぱり居場所がなくなってしまいますよね。で、自分自身も成長しませんから、僕自身はまず間違っていようがあっていようが関係ないので、まずはそこのやり方を覚えるっていうのは大切にしています。で、人間関係を作るっていうだけではなくて、こう自分の引き出しを増やすっていう、その自分自身を磨くっていう行為にもつながると思いますので、ある程度こうやってみて、間違っていると思っていたことが、こんなメリットがあったのかみたいな形でいい面が出てくることっていうのも結構僕自身は経験します。で、その中でこう自分自身が知っているやり方と合わせることで、もっとより良いやり方っていうのが生み出されることがあるので、やっぱり何かしらの理由があって、そこの会社ではずっとそのやり方をしているわけですよね。なので、そのなぜかっていうのを気にしながら、もしくはこう確認しながらしていくと、自分の成長にもつながりますし、その確認する作業っていうのは要はコミュニケーションですから、で、コミュニケーションっていうのは基本的には必要に量なんですよね。なので、こうたくさん聞くっていうのも良いコミュニケーションを作る一つのやり方だと思いますので、今からね、こう新社会人の方は当然そうでしょうけれども、移動して新しい職場になる、もしくは転職して新しい職場になるっていう方も、まずはそこのやり方をマスターするっていうのが大切なのかなと僕自身は思っています。なので、よかったらね、こう新しい環境に入る方、もしくは新しい人が入ってくるので教えなきゃいけない立場の方っていうのもそうだと思いますけれども、こう新しく入ってきた人に対しても、ここはこういうふうにしてますからねっていうのを、なぜしているのかっていうやり方、その理由まで話してあげると、相手には伝わりやすいのかもしれないですよね。ということで、春になりますので、職場だけじゃなくて部活とかでもそうですよね。こう集団で生活する上っていうのは、ある程度こうルールみたいなものっていうのがあると思うので、そのルールがこうなぜしているのかっていう、なぜまでこう新しい人にね、教えてあげると、こう部活の中とかでも上手にこう人間関係が作れて、結局部活っていうのはチームワークですし、職場もチームワークですもんね。なので、そのチームの総合力みたいなものを上げるためには、やっぱり人間関係っていうのはものすごく大切なことだと思いますので、それを高めるためには、やっぱりこうなぜしているのかっていうのを伝えるっていうのは大切なことですし、なぜしているのかを教わった側っていうのは、それを素直に受け入れて、まずはしてみるっていうのもものすごく大切なことだと思いましたので、今日はお話ししてみました。それでは、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。